ここからはゲストの方をお迎えし今気になるテーマについて深掘りしていただきますそれでは今日のゲストをご紹介します第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜敏弘さんですよろしくお願いします長浜さんに深掘りしていただくテーマ、はい、こちらです景気予測調査から見た情報修正期待の業種はということで、はい、あの投資するにもやっぱり直結してきますので 非常に、ねね、皆さん気になるところではあると思いますけれども、はいでまあ、この,あの法人企業景気予測調査なんですけれどもちょうど1週間前にです、ねえー、7、9月分が公表されましてで、まあ、ヘッドライン的にはです、ね、あの景況感を見る BSI というのが注目されるんですけれども、はい、まあそれよりもです、ね、あの投資を考える上ではでは、ね、今期のです、ね、企業業績の見通しもあの修,あえっと修正されますので、はい、まあこれによってですね えー、例えば、まあ、10月下旬ぐらいからですかね、あのますね、はい、でそれに向けて、えーまあ、ある意味先行しようというかね、あの業種でどういったところがあ情報修正されそうかというところをです、ね、あの裏などで結構あの注目されるので、はいまあ今日それをまとめてみたいなそうですね。はい、もしかしたら仕込んでおくべき銘柄というのが分かるかもしれませんし、利確した方がいいかもしれない銘柄というのも、この中から分かるかもしれないということですね。はい、では早速伺っていきましょう、はい えまずあの業種別に見る前にですねえ全体の企業業績の計画が3ヶ月前からどのように修正されたかというところをまとめてみたいと思うんですけどもまあこちらが企業収益の計画ですとで上が売上高で下が経常利益とでまあ前回がこれ5月に調査,調査をされて6月に発表で今回が8月に調査されてまあ先週の水曜日に発表されたというところなんですね、はい。 でこれまず売上高から見ていくとまあ全産業だと実は売上についてはですねえ前年比で見ると横ばいとほぼ修正はなかったとえいうことなんですけども中身を見るとですねあの製造業、非製造業で分けてみるとあの非製造業もですねやはりあの修正はなかったとほぼ横ばいなんですけどまあ若干気になるのがですねえ製造業の方がやや。 えーまあ、売り上げが下、ね、方修正ということになったというところになります。と、うんはいでも多分これは、おそらくです、ねえーまあ、足元ではまた原因が戻ってきてますけど、えーまあ8月ぐらいまでで考えるとあの結構、ねあの、いわゆる商品市況系もです、ね、落ち着いてましたから、まあ、その辺でで、ね、少し、ね、あの売上の方が下方修正された分もあるのかなということだと思うんですが。うん えーまあ、より重要な経常利益ですね、あのこちらの方を見ていただくと、ですね前回マイナス4.4から、今回はマイナスの3.9ということで、うん、まあ現役は変わらないんですけども、まあ、若干、現役幅が縮小というところなんで、まあ、情報修正というところなんですけれども、えー、ただ、その情報修正になった主因というのが、やっぱり非製造業なんですね。でこれがが前回はマイナスだったのが まあ今回マイナス1.4というところでまあ現役であるもののまあ情報修正はされたというところなんですけどまあやっぱり注意が必要なのがですねえこちらの製造業の方がですねまあ前回もですねマイナス9.9ということで大幅現役な計画になっていたわけですがえ今回ですねマ、え、イ、ー、ナス10.7というところでえ残念ながら下方修正とまあいうことになっていますとおそらくまあ理由といたしましてはですね えまあ売上はプラスなのに利益がマイナスってことはまあまあ基本的にやっぱりコストの増加分が大きいのかなとう、ねはい、えいうことからするとですねえやはりまあ当然のことは原材料コストがまあ一部高止まっているところがあったりとかあるんですけれども加えてですねやっぱりこれまあ見逃せないのがですねまあ春闘で30年ぶりに賃上げが実現したってこともあると思うんですけれどもあのここの部分でですね えそうですねやはりコストが人件費のところで増えていたりとかまあ,あとはやっぱり、ねあのーまあ、設備投資なんかしてもです、ね、それコストになりますからね実はこれ、あのー、法人経育計測調査でも設備投資計画調査というのをやっているんですけど、はい、これはむしろ情報修正で<ー>もう少ししっかり投資はしているということなんでそれが、ね、その裏として、まあ、利益の、あのー、マイナス。 に聞いている可能性はあるかというふうに思います。うん、設備投資であるならば、はい、次の成長に向けてのちゃんと仕込みはできているよということにはなるんだと思うんですよね。はいはい、ただこれ人件費という面では、はい、非製造業の方はそれほどでもない、はいはい、けれども製造業の方に大きく影響してしまっているという感じも見受けられますよね。はい、まあそうですね。えー、はい。まあただあのー、どちらかと,いうと人件費はどっちも聞いているとは思うんですけど。 あの設備投資のところがですね実は計画でいうと製造業の方がものすごい強いのでど,だどっちかというと設備投資が旺盛な要因の方が大きいのかなという意味ではまあそういうことを考えれば必ずしもネガティブな話だけではないんですけどもただこれ全体で見るとですね結局現役ってことなのであまり投資の参考にはならないのでじゃあ具体的にその業種別で。 見るとどうかというところで見るとですね、はい、え全体では現役でもも,うものすごい利益が情報修正されているような業種もありますんで、はい、あので細かく見ていきたいなというふうに思います。はい、でまず売上高の計画の方なんですけれどもあの、まあ、これ多くの、ね、業種がある中で、えー、情報修正率が高い業種から、うん、あトップ5の業種をピッックアップしてきたものになりますよ,るより大きく修正されているもの。 一不動産なんですけど、はい、これはおそらくですねやはりあの不動産というとですね、まあ、若干ね足元では、ね、金利が上がってきてネガティブな警戒する部分もあるんですけれども、うんはい、とはいえやっぱり都心のね 高額のマンションとか、まあ、そういった物件とか非常に好調ですしです、ねまあ、あとはインバウンドが戻ってきていることによって、まあ、結構ね、ね商業系のところ、まあ、こういったところの不動産なんかも動いていますでさらに言うとオフィスの空室率なんかもですねこれやっぱりあのリ,リモートワークからの売り戻しというかねあの出社率もかなり上がってきたりとかするので、まあ、そういったところを考えてですね、えー、不動産についてはですね、まあ、結構、はいまあ、実は不動産の、ね、値段が上がっているということもあると思うんですけれども。はい まあその辺を反映したことによって最大の修正幅になったのかなというところ結構なんかお店なんか空いてしまっても次のお店がすぐに入るっていう話を私もあの業者の方から聞いたんですけど回転、はいねはい、がものすごくいいなんていう話も聞きましたし、はいはい、オフィスを見るとやっぱりアメリカの都市とは全然違う動きですよね。はいまあ、そうですね,ね、はい、なのでまあそういったところで,です、ね、不動産が情報修正なんですけどもで次に情報修正幅が大きかったのが職業紹介労働者派遣業で、まあ、これ2.6ポイント の情報修正なんですけれども、これ、おそらくまあ結局その、いわ,ゆるまあ、いわゆる人件費のコストが上がっているということで売り上げが増えているということなんですけどで数ども上がるということ、なので、それはやっぱり背景としてはですね、えー、30年ぶりの賃上げだったりとか、はい、あと、こっちの方が大きいですかね、あの最低賃金がです、ね、10月から引き上げられますよね、はいえー、で当然最低賃金上がればですね。 え当然、いわゆる職業協会労働者派遣業のえ単価も上がりますから、はい、あのそういったところで,ですね売り上げがまあ情報修正されたのかなというとところだと思います、ね、流動化も進んでいるということなんでしょうかねだと思います、その余裕もあってえ単純にえ賃金の上昇プラスそういったね制度的な賃上げとか最低賃金引き上げ、こう相まって売り上げが上がっていると、はい、情報修正というところだと思います。うん はい、で次3つ目がですねこれ月並みですけど宿泊・飲食・サービス業というところでもともと高かったんですけどす、ね、まあさらに情報修正というところでございますけども、まあ、ここについてはですねやはりえまあコロナからのまあリオープンであったりとかまあ,あとはインバウンドが非常に活況というところで、はい、え実際に私も実感してるんですけども今ね あの出張とかでホテルを取るにしてもですねものすごい値段が上がっててなかなか会社の,その上限をですね <laughs> 範囲内に抑えるためにですね <laughs> 宿泊場所を決めるのがですねなかなか苦労するということになっちゃってるんですけどかなり値上げが進んでいたりとか、はい、で飲食サービスのところもです、ね、当然のことはやっぱり値上げが進んでますのでそこでですねあの売り上げが。 あの情報修正されているという,、はい、と,いうところだと思います。はい。で、次がですね、あの、まあ、工業とか、採石、砂利採集業というところなんですけども、も、うん、主に、まあ、前に行く工業のところだと思うんですけども。はい。売上はですね、去年に比べたら、あの。もう少し、マイナスではあるんですが。え、三か月前からすると、修正率は情報修正になっていてですね。はい。これ、おそらくですね、あの、実は鉄鉱石の値段がですね。 あのまあ当然あの去年よりは下がっちゃいるんですけども、ええ、意外に当初の想定よりは結構底堅く推移してるっていう。そうなんですね。ところで、はい、思ったほどまあ売り上げは減らないかなというところでですね、うん、情報修正になったというところはですね、はい、あの言えるのかなというところだと思います。はい、はい。で次リース業なんですけども、はい。 これ実は三ヶ月前はですね。あの本当に小幅プラスだったのがですね、まあ結構あの一点四ポイント修正されて、うん、まあ二パーセントまでプラスになったんですけども、やっぱりこれまあリース業って実はあのまあ設備投資と結構まあ連動性が高いので、ね、なるほどはい。はい、やっぱりそのね。 あのお金があるところはですねこう設備投資は自分でこうやってねあのお金使うんですけどもあのなかなかねあの投資をするまではいかないんだけどもでもやっぱりねいろいろこうなんですかね設備とかをちょっと新しくしたいということになるとですねやっぱりこうリースというところに行くわけじゃないですか。となるとまあ設備投資で非常にね先ほども言いました通り計画が非常に旺盛なのでおそらく同じような理由としてですね あのまあ、リース業務です、ねまあ結構、需要が旺盛で、まあ、そこの部分で、まあ、結構値上げもしやすくなっているのかなと、えーまあ、いうようなところで,です、ねえーまあ、指摘できるんじゃないかなとこういうところだと思います、はい、これが売上高から見た変化率の大きいところということですね。はいはいはい ももうう一つ利益からもそうです、ねはいはい、で多分こっちの方が多が重要だと思うんですけれども<え>、はい、経常利益の計画でございます、はい、すごい数字になってますね、はいえー、トップ5持ってきてますけれども、<laughs> はい、もうダントツ1位がですね電気、ガス、水道業というところで、もう8倍以上になっているというところでございまして、これはね、値上げでわれわれはちょっと苦しいところではあるんですが、そ,すその反面で会社を儲かっているということになるわけですからおっしゃると今はね。 ご指摘あった通り、まあ、最大の理由はですねべ、えーまあ、ての電力会社じゃないんですけどねあの10電力会社中7電力会社がですね政府に値上げ申請をしてですねさすがに政府もいいねでは受け入れずにですね少し上げ幅をです、ね、抑制はしたもののですね、はい、まあ値上げが認められたというところが最大の理由で、まあ、これはね実際にあの前回の、ね、企業決算の時もですね まあかなり、ねあのー、電力会社は最高益を更新とか、ね、出てましたよね、はい、まさにそこが反映されたというところがあると思うんですけども、あとまあ一部、ですねこれ、関電あたりがあれだと思うんですけども、やっぱりまた、ね、原発が新しく再稼働する電力会社なんかあると思いますので、はい、まあそこの部分の,です、ね、あの情報修正なんかもです、ねまあ、聞いているのかなというところだと思います。はい、ただこここについては若干注意がででれあくまで まあ去年今年の5月の調査に比べて8月に調査したらこれだけ情報修正されたということなんですけれども。うんはい えー、この8月調査の時に比べて足元はですね今、ちょっと原油価格上がってるじゃないですか、上がってますよね、90ドル台にこれってやっぱり、あのーまあ、電力会社って、まあ、一番使ってる化石燃料って天然ガスなんですけど、うん、まあただ天然ガスもね、あの長期契約のところの部分まあ結構ね、その契約上、原油価格にが反映されるみたいな取り決めされるところもあるので、はい、まあそうなるとですね、 えー、仮にこの3か月後の1十2月の調査のところで言うと、えーそうですね、エネルギーコストの上昇によって、うんはい、逆にここは下方修正の可能性も出てくるんじゃないかなというところはちょっと注意が必要なんですけれどもとりあえず、まあ、5月から8月の、えー、修正幅でいうと一番大きかったとっいうのが電気ガス、水道というところになります、はいはい、これだけの数字ですけど今後はちょっと要注意だぞというのも覚えておかなきゃいけないです、ねはい。で次がです、ねまあ、これが意外,意外なところで逆に注目かもしれませんけど、はい まあ業土石ですね、まあ、いわゆるガラットとかやれますけども、まあ、ここがですね、えー、17.3%の情報修正というところなんですけどもやっぱここについてはですね、えー、原材料コストがですねやっぱりかなりあの実際に関連業界の方にも聞いたんですけどもやっぱり原材料がやっぱりあのここもとで相当下がって。 たみたいで、はい、いまあ、はいはいはい、そこの部分が反映されて。まあ、結構情報修正みたいなところは、あ,<ー>あのあるみたいですね。はい。なので。下がったがゆえに利益が上がってきたよ、はいはい、ということ。で、ここは結構あんまり注目、そんなされてないかもしれないんで。ちょっと、ね、ここは注目かもしれないけど、ね、要するに、はい、こう地味な部分って言ったら、いいのかもしれませんけど。はい。はいはいはい で次が食料品の製造業ですね、はい、これも実は結構なあの情報修正になっておりましてです、ね、これもコストってことですか、まあ、コストが下がってるっていうこともあると思うんですけども、はい、ただこれ、実はあの5位の繊維もそうなんですけど、実は。えー 売上高の上位ベスト5にはぎりぎり入らなかったんですけど<ー>6位がこの食料品製造業と繊維工業なんです、ね、なるほど売上もだかからしっかり情報収集されているのでそこの部分の要因が大きくて、ええ、やっぱり食料品製造業とか繊維工業って、まあ、結構ここへ来て、ねあのー、値上げがです、ね、価格転嫁が結構進んでいるというところがあると思うので、はい、まあそこが大きいと思うんですけどもただ、食料品製,製造業に関してはですね え少し注目すべきところでいうとやっぱり足元でいうとですねえいわゆるね原発処理水の問題で中国がですねえ日本からのですねいわゆる水産物の輸入停止をしたじゃないですかそうです、ね、貿易統計にもその数字がねねはっきり出てましたよ、ねはいはいはい、なので結局、そこの部分が結構値段がそれに下がってますからね、はい、そうなるとそういった水産物を原材料とした食料加工品みたいなまあそういったところを作っている製造業なんかについてはですね、うん もしかしたら相当なコスト削減の効果でプラスになってくるところもある、ね、一方でさらなる増額修正期待ただ一方でね、逆に言えば多分中国向けの輸出は減る可能性もあるので。うん あのそこの部分で、あの中中国に対するね、まあ輸出のウィードが大きいところだったりすると、まあそこのねネガティブなところも考しなければいけないと思うんですけど、安く作れるけれども、はい、もしかしたら売れない可能性もあるってことですよね。はいはいはい、そうですね。だそこでその業種ので、うん、個別企業によっていろいろ違ってくると思うんで、はい、まあそこはいろいろ調べられた方がいいんじゃないかなと思います。うん、はい。で次はですね、こう医療教育ですね。医療まあこれも結構な情報修正なんですけど、はい、これについてはですね、まあいろいろ調べてみたところ、まあ医療教育ってあるんですけど。 教育が情報修正の要因じゃないらしくじゃあ医療の方ってことですか医療,、まあ、医療だけじゃなくて、これ実は福祉とか介護とかもこの中入るんですけど、はいまあ、特にね、あのー、医療、福祉、介護、この辺のところで、うんえー、いわゆる入居率ですね、これが結構足元で回復してるらしくて、直近で、まあ、そこの部分も反映したっていう可能性が高いんですよね。はい、コロナ禍経て そうですね。はい。なので、はい、はい、医療、福祉、介護、保育分野ですね。うん、これのところ入居率が改善しているような業種、ここは注目かなというふうに思います。はい、はい。で、最後、まあ、繊維工業なんですけど、うん、まあ、これは、まあ、現役であるんですけど。まあ、先ほど申し上げました通り、まあ、現役の中でも。 まあそれなりに価格転嫁をして売上が情報修正されたので、まあ現物株が縮小と、はい、おおまあいうことかなということだと思います。そうですね。今ね上げていただいたこのやっぱりこの変化率の大きいところっていうのは要注目なんでしょうけれども、はい、今本当原油も動いていて、はい、で為替もどうなるかわからないっていう中で、で個人消費もまだまだこれだけ物の値段が高いとどうなるかわからないっていう中ですよね。はいはい、そうすると次をやっぱり占うっていう意味では、はい、その辺しっかり考えておかなきゃいけない。 特にあの為替のところで含めれば実はこれよりも法人供給予測調査よりもより詳細な利益計画が分かるのがです、ね、これ10月の頭にです、ね、あの日銀短観9月短観が出るんですけれどもこれもです、ね、あの詳細の 業種別の利益計画というのが出てきますので,でここは想定為替レートも出てきますよね。と、うんねはい、いうことからすると、まあ、10月の頭に発表される、えー、日銀短観、はいえー、ここでまたどれだけ、えーまあ、利益計画収益計画が修正されているか、まあ、さらにはどれぐらいの想定為替レートになっているかというところが非常に注目されるところかなと思いますね。うん、すね、はい 気になるのが製造業の立ち直りですけれどこれってやっぱりどれぐらいを考えておいたらいいんですか、はいそうですね、今ちょっとねあの生産統計なんか見ると在庫循環的には一旦改善しかけたのがちょっとまた下がっているのでとなるともうちょっと時間かかりそうかなと、うん、まあそういう意味でやっぱりね鉱工業生産もしっかりと見ておくというところがですねどのタイミングで持ち直すかということを見る上では非常に重要になってくるかなと。 厳しいと思いますね。世界景気もちょっとね不安視されてますので、はい、そのあたりしっかり見ていきたいと思います。はい、今日ここまでは長浜さんとともに進めてまいりました。ありがとうございました。ありがとうございました。